今日このまま行けるみたいです。いろいろとルートを示してくれてるね。あ、大丈夫ね、工事やってるわけじゃないね。よいしょ、はい、列車の音がするけど、多分あれかな、ここ歩いてそんな何も来たそうなんだよな。一応そこを曲がってまた元に戻って感じか、これはもうちょっとまっすぐ行ってもいいみたいやけど、こっちまっすぐ行っても特に何もなさそうではあるんだよな。なさそうだよな、何も。曲がった方がいいかな。なるほど。ここはちょっと曲がっておきましょうか。こう古い建物とかはある感じかな。街道となってるけど、特になんか商店があったりとかっていう感じじゃない。旧伊勢街道と。なってますもんね。なるほどな。曲がってみよう。よいしょ。ああ、また虫ちゃんがちょうど顔の位置に、ああ、おじゃあ、お、来るね。これで一応ルートに沿ってるのかな。ああ。なんかずっと矢印の向きが違うのは気になるけど、もうこれ多分設定が多分狂ってるな、このスマホの。短大前、すごいもんやな。あそこは短大なんか、あ、三重短期大学か。はいはいはい。短期大学ですね。自治会の名前の付き方すごいな。元も子もないな。はあ。え。めっちゃスーパーしててある。はあ。市議会、あ、じゃあ県議会議員選挙か。そうだね、県議選ですもんね。と市長さんね、いろいろあるからね。まあ統一地方選ってですからね、どんな地方選があるんですけど、まあ結構日付とか選挙期間とかがわらわらあるんで、なかなか大変ですよね。さあ、下に曲がればいいみたい。ここかな。おお、すごいね。歩道はあるかい？ノー歩道、ノーライフだよ。歩道ないか、これ。あ、三重短期大学って普通の私立大学なんや。へえ、知らんかった。ね。おお、ほほほほほ。ここか。で、そこにベーシック、あ、ベーシックあるんだ、そこ。へえ。で、ここをずっと行ったらいいみたいね。だけど、なかなか細いね。なかなか歩行者殺しの道ね、これ。歩行者こっちみたいになってるけど、れはこれこっち行くとダメだね。全然川沿いはルートから外れるんで。というかこれもう通っていいの？怪しい。一応歩いてなら通れそうでもあるけど、あ、細っ細い。いやごめんよ、これは細いね。ちょっといくらだけも細いわ。よし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 。うおー狭いで、ベーシックがあって残り12分、半分ぐらいは来てんだ。へえ。ああ、あとこのまま結構道のりでいいんだ。へえ。怖いねここは。ただ歩くのには非常に雰囲気がある。向こう側に歩道があるように見えるけど、そこでもうベーシックさんの前だけ整備してくれてあるけど、ね、その先もなくなってるからね、頑張ってこのまま行くしかねえか。まあベーシックは別に寄らんで大丈夫か今回は。言うてさっき飯も食ったし。まだまだずっとまっすぐでいいのか。どっちだ、こっちか。スルーと行ってこっちか。はいはいはい。順調に来てるね。お、なんか走ってるけど。快速見えのかな、伊勢市の方に行くやつかな。なるほどな。不思議な坂とかあるけど、これまっすぐ行っていいのか、分かりにくい。合ってるかな、いいんだよなこれで。歩道の歩道でもねえけど、ちょっと怖えな。なるほどね。こんな感じだ。車でも来たことねえわこの辺りは。ねえ、こっちか、こっちっぽいな。よし、これ新型の試験とかな。あ、で高架が見えてきた。高架の先を曲がればいいみたい。よし、もうあとは道沿いで行けるみたいだ。すんなりと来ましたね。特に商業施設は、まあベーシックはあったけどって感じですね。なるほど、絶対この先もねえだろ。どこ曲がるの？あ、この横断歩道あるね。ここか。ここ？ああ、道あるわ。よいしょ。よいしょ。あ、道あるわ。これはまっすぐで。これもままにつくんだ。へえ、不思議。